明日。どうした？少し表情が暗いようだけれど。ミーナ？あ、噂をすればなんとやらだ。ミーナ。私、いつの間にこんなところまで。どうした？少し元気がないようだけれど。ごめんなさい、私用があるので。ミーナ。どうしたんだろう、ミーナ。さっきまではあんなに元気だったのに。え？ロケット。これは僕のか。違うよ。さあ、僕に聞かれても。よくある名前だ。リジェルド様、どうぞ。どうしました？何か私にご用でも？申し訳ありません、新書を私に言っておりましたもので。一刻も早くそうせねばと思いまして、シェスター様と共に直接。リジェルド様はその件で私のことを。お手数をおかけしまして申し訳ありません。そういえばシェスター様もリジェルド様にこの胸を伝えなければとおっしゃっていましたわ。でも正直少し不安です。すでに佳境してしまっているというのに、果たして間に合うのかが。獅子の軍旗が溶かしたとき、彼らを阻む要塞を我々は一つ失ったと言っても過言ではないでしょう。大軍をこちら側に招き寄せるような真似だけはしたくないものです。彼らに侵略などさせてはならない。私は己の命を落としてでもそれは阻まなければ。それが責任、あるいは贖罪というもの。私ったらつい。リジェルド様、申し訳ありませんが、
今の言葉忘れてください。それにしてもルフィーナの言葉がこうも当たるとは。ルフィーナが私たちに告げた言葉です。これで虚言などではなく、まさしく予言となりましたわね。正直本当に彼女を一緒に連れてきてよかったのかと後で少し思いましたが、私はどうやら間違ってはいなかったようです。彼女がいてくれさえすれば、ボルドの進行も止められるかもしれません。そうでしょうか。そうですわね。私、つい人に頼ってしまって。少し気をつけるようにしますわ。ディジェルド様、そう言ってくださってありがとうございます。では、私はまだ所用がありますので、これで失礼いたします。やっと戻ってきた。どうしたんですか？疲れた顔をなさって。じゃあ早く寝なきゃダメですよ。兄様はいつまでもここにいられるというわけではないんでしょう。だったら今のうちにしっかり休みをとっておかないと。ほらほら、早くベッドに横になってください。ドゥー、ミルカもそう言っていますよ。表情とか見れば少しはわかります。さあどうぞ。じゃあよく眠れるように何か温かい飲み物を持ってきます。でもその間に気にせずに眠ってしまっても構いませんからね。じゃあ。ル、
る。本当に気をつけて行ってきてくださいね。